はい、皆さん、こんにちは。10月23日分の今週遊んだゲームはよ,そようこそよこそタイジェンジャパンのダニエルと,と、クラベと野口です。この3名で届きたいと思っております。よろしくお願いします。お願いします。今回のメニューはですね、えっ、ー、と、ラストタイムアイソ s ー a ーメタファー V ファンタ a ジ i えっと、あとゲームズコームアジアというね、イベント私行ってきたので。うんえー、そこでプレイしてきたものの、えー、まとめ。について、えー、皆さんにいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まずは、じゃあ、倉部さんからいきましょう。はい、えっ、ー、と、はい、ラストタイムイ、そういう雨の香りっていう副題が。ついてるんですけど、うん、これは、えっ、ー、と、日本在住のスペイン人が作っているゲームで。<う>去年かな、うん、あの、東京ゲームショーで、私たちの配信の中でも紹介してるんですけど。すっ 簡単に説明すると「ナイティン・ザ・ウッズ」を日本の街でやったらどうなるかっていうゲームでナイティン・ザ・ウッズ×シェンム的な言い方もできると思うんだけど<ー>あのすごい日本の田舎町を、まあ、80年代舞台であのかなりうまく再現しててビジュアルがめちゃくちゃ魅力的で。 日本の喫茶店だとか肉屋とか魚屋さんとか主人公の家とかも含めてなんか、ね、親がこたつに入って座ってテレビ見てるとか<ー>みたいないいで、ね、でお父さんはその出版社で働いてて太宰治が大好きっていうなんかちょっと文学的なところもあったりして。<laughs> <laughs> でなんかあのね「太宰治のビヨンの妻」っていうあの作品があると思うけどなぜか町に「ビヨンっていう名前の書店があったりして <laughs> なんかすごいこう文学が好きなんだなっていう感じのん,なんか当その小学校の先生がなぜか黒板にその太宰について教えている場面とかあったりして太宰がやたらと出てくるだけれども面白いですね。コミュニティがあって 『ナイティン・ザ・ウッズ』みたいにこう横スクロールでその街をこう探索していくとまあキャラクターは多分20人ぐらいかなあのしかいなくてどれもその個別の設定を持ってて初めて話しかけると主人公は手帳にその人の情報をあの記録してくれるので一人一人の名前とか性格とかがあのちゃんとあってその人たちとそのコミュニティでつながる感じがあってちゃんとその一日のサイクルが終わると次の日次の曜日になって。 ペルソナみたいな感じでその日その日のなんかやらなきゃいけないことがあってでその目的に応じてその主人公とキャラクターたちとのやり取りも変化していくので本当にその日本の田舎町の中で一人の少年として生活している感じがすごくあのさせてくれるゲームなんだけどあの実はそういうリアルなライフシミュレーターじゃなくてえっと主人公はある夢を見るんですね毎晩寝ると。その夢の夢中にはある不思議な 女性がの女の人が実はこの街の、あのー、森の奥にいる妖怪妖怪というか、まあ、その精霊的な感じの存在で、うんまあ、彼女に会いに行く現実世界で彼女に会いに行って彼女に恋をするだから妖怪に恋するアドベンチャーゲームなんですよね。そ、うん、それがあのなんかその <laughs> 僕はどっちかっていうとそういう話の中で急に妖怪とか出てきて非現実的になると <laughs> 残念があるタイプだけどなんか結構素直にそれを受け入れられてる自分がいるっていう部分もあってまあ,あのやっぱその妖怪が出てきて。 っていうのはまあチンポだけどその妖怪に恋するっていうのはちょっと面白くてあなるほど、その恋、うん、それその恋愛を描いてるっていう部分は結構楽しいですね。まあその中でも結構森の中にあのカッパがいたりして、このカッパも。 その典型的なカッパじゃなくて美女なんですよ、えー、美人のカッパってあんま聞いたことないですね。<laughs> <laughs> で最初はまあカッパきゅうり好きだなってきゅうり持っていくっていうお決まりのサイドクエストあるんだけど他のものも食べたいわって言われてたい <laughs> 焼きとか,なんかコロッケとかいろんなものを持っていけるっていうサイドクエストがあったりして <laughs>、えー、そのなんかこう妖怪っていう,そのもうなんか何回も聞いたような話をうまくなんかこうリアレンジしてる感じがあってそれも含めて。 あの面白くて、うん、でその日本の街並みの作り方とか家の中の作り方完璧なんだけど見てるとそのテキストとかで微妙にその外国人が作ってるんだって分かるポイントがあるのが書いて結構あの面白くて、まあ、例えばフローとかは<ー>お父さんの香水の匂いがするっていう描写があって。うん いや日本の男性そんな香水使わないんだろうなっていうふう、ね、確かに思ってるとかであとその朝出かけるとお母さんに「愛してるわ」って言われたりとかあとその長靴がなぜか玄関じゃなくて2階の押し入れに入っているとかそういうちょっとしたその日本のカルタとちょっと違う部分があっても結構これ文学にもあることで例えば女性が男性主人公を描いたらどうなるかって。 俺もその昔、ゼミでその小説書くゼミに大学入ってたんだけどはいそのある女性の,その同級生が男主人公の話を書いてその男の人が友達とケーキを焼くみたいな場面がその小説の中で,ですよ俺が男、そんなことしないよと思ったんだけど <laughs> その時俺のゼミの先生がいたのはむしろそういう意外性が生まれるのは面白いところなんだってだそれを決して無難な設定にするんじゃなくてそれ,がそれで個性が生きてくる。その 日本の家庭でママが愛してるって出かけると行ってくるっていうのがむしろ一つの個性として面白いじゃないかっていうあの見方もできてうん、うん、で全体的にやっぱすごいナイン・ザ・ウッズの影響を感じますねその横スクロールでジャンプとかもできながらその街をでそのさびれた田舎町っていう設定だとかあと主人公と親の関係なんか「ナイティン・ザ・ウッズも毎回。 家に入るとお母さんお父さんに挨拶して朝出発する時もまずお父さんお母さんに声かけて出かけるみたいな感じも全く同じで階段降りて外に出るとまずはあのちょっとこっちにおいでってママに言われるんですよねうん、うん、ママとちょっと話をしてから出かけるみたいな感じで,でなんか家にそのブラウン管のテレビが置いてあってそこでちょっとそのファミコンっぽいゲームも遊べたりして。うんうん <laughs> っていう感じでなんか本当にその80年代の日本のコミュニティの中に入っていってそこでしかも業界の,の世界も森に入ると実は広がっててでそこが意外にもねアドベンチャーゲーム以外の部分もあってなんか主人公がバットを手に入れるようになるとその物を壊したりなんか変な影みたいな敵をあの倒したりするようになって。 でその恋する妖怪と友達になるとあの空中ダッシュみたいなのもできるようになったりして意外にそのちょっとしたアクションも入ってくるようになってきたので今多分半分ぐらいまで来たかなと思いますけどあのすごくなんていうのかなあの きれいなビジュアルによる80年代の日本の基本的にはアドベンチャーゲーム的な作品を遊んでみたいでしかもそれを外国のクリエーターかの目線で楽しめるっていうのは結構まあもちろんその日本に憧れて作ってるっていうのはりんご石川とかねいろんな作品ありますけどまたちょっとこう独特な文学とかも多分すごい影響を受けたような視点の,のゲームでまあちょっと残念なのは日本語が完璧じゃないですね。なんか誤字字脱自 がちょっっと目立ったなんかネイティブなのかどうかギリギリ迷うような役なんですよね。う多分そ限りなく日本語上手いけど完璧じゃない人が役した感じがするのとあともしかしたらそのシチュエーション見ないで役したかなってうん、うん、あたまにその年上のお姉さんに小学生が話してるのに「君」を使ったりとか <laughs> なんかちょっとこう。<laughs> シチュエーション十分にわかあの教えてもらってないんじゃないかって思うような役とかもちょっとあったりするのでる、ねうんまあ、ちょっと役のクオリティはそんなに高くはないですけど極めて独特なあのその日本を描いたゲームとしてすごくいい作品だと思いますテイストもあるしもね。やっぱこう アニメからインスパイアされてるけど日本のアニメじゃないなっていうのがわかるところもあるので日本っぽい気はするけど、ね、なんか絵アーティストって確か自分でやってたかなわ、えー、分かんないですけどね、うん、なんか結構その街とかその背景だけじゃなくて特定、うん、のシチュエーションで別の絵で見せてくれることも結構あって主人公がお風呂に入るシーンとかもしんちゃんみたいにあるしすごく、ね、そこはリッチなんですよね。はい タイトルもう一度ラストタイムはそういう雨の香りですねはいありがとうございます野口さんはい僕はまだ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 今60時間超えたぐらいで多分終盤終わり際かなみたいな終盤終わり終盤がそろそろ終わるかなみたいなこれからようやく終盤入るかな俺もちょっとやったよそういえば 本当でですすかままだだ最初のよ分なん、配分的に30時間、30時間、30時間みたいな形で中盤、終盤みたいなイメージにやり込んだら100は超えるそうですね、超えそうな形かの、クラウデさん2%ぐらいしかやってない2%もやったと思うと逆にいいよ、逆にいいか相変わらずコンテンツはまだまだボリューミーだなと思うんですけど。 まあそうですね前回も結構深く語ったのであのなんかちょっと細かい点について話していこうと思うんですけどえとメタファー遊んでてここのこだわりすごいなみたいなポイントでいくつかピックアップしたのでなんかそれをばーって語っていこうと思います今回は逆に言うと前回そこまで感想変わってなくてそのストーリー的なあの山場森場とかもあのこの30時間の間でありましたし えっと初めて1回だけ泣きそうになった展開もあったりして感動的な場面見られてそこもはいあのかなり満足いってやっぱりこう終わるに近づけんすでこうどんどんドラマチックになっていくっていうところのシナリオの作り方は相変わらずでただ今回思ったのはストーリーはなんかあれですね,ねえっと結構んなんていうか。 トリッキーだなと思いました<ー>あの、まあ、これまでもペーソン5でも結構トリッキーだったんですけどなんか階層から入るとかやってたとあっ、はいまあ、そうだね基本的になんか時系列そのままストレートに見せる手法じゃないよね彼らは、ね、そうですねうん、うん、なんであこういくかなと思わせといて全然違うここに行くみたいなところはマリ、はい、と今回も作為的というかそうですねうん、うん、やっていて、まあ、そこはやっぱり得意なんだろうなと思いつつうん、うん、結構ああされたなみたいな感じがあ, <laughs> あったりして。<laughs> あでもいやさすがに違うだろうななんて思いつくつも真そうになったりみたいな展開もあったりして、まあ、やっぱそこは得意なんだなと改めて思いましたね。そういう意味で物語ただ追ってるだけにもあの予想外なことは連続して起きるので楽しめるかなと思います。 はい、でえー、っと細かい部分について触れていこうと思いますけどえー、っと結構よく「神は神は細部に宿る」なんていう言葉がありますけど何もう書いて「<か>神は細部に宿る」あはいい言葉ありますけどあ結構この作品でも同じようなことは描写で感じられて僕があんまり意外と見てない見てきてないな、まあ、昔のゲームでは割とあったと思う最近見てないなと思った中でいいなと思ったのがその各町とか村の 店内の内装が全然違うんですよああ、それ大事だな雪屋とか防具屋さんとかうん、うん、あとは薬草売ってるお店とかだいたい同じような家とかになっちゃうの嫌だよねだいたい同じような、うん、あのなんていうかインテリアを置いてたりっていうのが多いんですけどこの作品では結構その土地ごとの風土に合わせてオリジナルのテクスチャーであったりえっとインテリアを配置してて、ね、かなりその 街だからこうなってるよっていうその店内の内装の見せ方っていうのを結構徹底してるのでそこはかなり良くてまあファンタジーシミュレーション的な要素として多分力入れてると思うんですけど結構そういうところであの感じられたのはかなり良かったですねううであすねあそれはいいなそれはのあーそうですよねクラウさんんとか好きそうだななんて,見てててて見思ってうんうん、うん 意外と最近のゲームであんまり見てなかったので、なんか新鮮に感じて、なんか結構テンプレートな場合多いよね。そ,そうですね。うんうん、使い回しというかね、同じようなものを使っているところが多いので、そこ 100EU でね残念だったんだよね。あ、なんかどの家入ってもほとんど同じ家だったんだよ、ねんよね。ああ、なるほど、なるほど。そうなんですよね。だからそこはかなり良くて、うん、まあ、うん、そういったものがまあいろんな結構今回旅っていうところで。はい 各町に必ず一回泊まるっていうフェーズがあるんですけど宿があってでその宿もあの各町村で変わっていて内装が、うん、なんか本当にあんと突然行ったから全然他の宿取れなくて残ってた宿が本当にもうなんだろうな定予算でもう一泊したらすぐ帰るようなところ。 でなんかもう虫がいっぱい出るようなところに止<ー>まるシーンがあっそれは設定的にそうなってるの設定的になってますし、うん、見た目的にもちゃんとそういう汚らしい作りになってて。 なるほどね。で、その別の時にその街に来たら、別の宿に泊まれることもあったりする。泊まれることはないんですね。そこはあの固定になってますね。ね、はいはい、ただ、まあ、設定的には他そこの街にはいろんな。いろんなちゃんとしたホテルはあるんだけどっ、っていうところで設定として盛り込まれてるすけど。それは旅のね、なんか、その演出に。そうですね。うん、にもなっていて。で、一方で、ちゃんとした綺麗なホテルに泊まれる。 る時もあってそこはそこで全然違う内装とかライトとかあったりして、まあ、やっぱりいろんなところでそういうこだわりを感じてあとその外旋車っていうあの主人公たちが乗って移動する乗り物があるんですけど、はい、あそこでもその寝泊まりしてるんですけどその仲間たちがでそれも仲間の分だけちゃんと寝室があの用意されていてでその各寝室の装いが全然違うんですよね。でちゃんとそのの仲間の主主人 とかまあ、背景とかを照らした、えー、となんか垂れ幕をかけてたりとかんかかわせなんだろうベルトっぽいのをかけてたりとか,なんかそういうキャラクターごとのそうううそですねいうなんか性格を反映してるのがかなり面白かったですね。結構今回のメタファーは なんか普通に通り過ぎるよう,なような場所にちゃんと目を凝らしてみると結構そういう発見が多いのでなんかあんまり今までのアトラスで感じたことないような発見が多いのでそういう意味ではあのもしかしたら一番こだわってそういうところも描写してるのかなとは。 きちんとその設定もあるし、きちんと描きたいっていうことによって、そうなった、ねうんうん、うかなと思って、うんうん、なんか普段よりすごい力入ってるなっていうのは、やっぱり改めて感じましたね。そう思うと、やっぱりそ,そういう意味でも違う作品だよね。そうですね。うん、やっぱり信者として、そういう意味では。あそうですね、ねはい。全然違う作品かなとは思いますね。もちろん、あとはその時と、あまあえー、と橋野さんのペルソンチームが得意としてることは。 あの入れてはいるんですけど、それでも違う試みというのはいろんなところで見られるので、はい、新鮮ですね。まあそれ聞くとまたやりたくなるんだよね。た、うん、だからなんかね、序盤がスロースタートターに感じますそれはそうですね。ジョスタースロースタートで、うん、面白くなってくるのはちょっと遅いかもしれない、ね、ああそうなんだ。うん 特になんかその時間がない中で一二、はい、時間しか遊べないってなると、最初ほとんど遊べないまま終わっちゃったなって、うん、いう感じだったね。最近やっぱ日本の RPG ってそれはすごく多い,多いんだ。うん、多いから、結構やっぱそこ FF7 とかみたいに意識してもいきなりね、あの電車から降りてすぐにパンってなんかこう、はいはい,はいはいはい。ああいうゲームもねあるんだけど、ね、そうですね。<laughs> そうそう。Persona 5も結構いきなりね。 なんかアクションから入る感じだったああ、そうでしたね、うん、冒頭は本当にメタファーは結構ゆっくりだよねメタファー本当になんかレベル1から始まるみたいな感じですもんねうん,うん、そこは確かに人を選ぶというか、はい、こういうボリュームがあるからこそもう少し序盤の方に大きなフックというかそうなんですよねなんかやり続けるものを用意してほしいなとは確かに感じますねうん、言われてみればあ僕みたいにね これだけやるみたいな、全然いいんですけどね、そうじゃない人にとってはちょっと、もうちょっと復ってしいなとは確かに思いますね、こんなところでいいかな、はい大丈夫です。まだまだじゃあ、プレーはね、そうですね、あと30時間ありそうだなっていう、まだまだクリアの感想も含めて、じゃあ、今後、ぜひぜひ楽しみにしています。 じゃあ私の番にしましょう、はい、えっとゲームスコマアジアというイベントを、えー、今日帰ってきたんです、まあ、今日というか,かさい皆さんが見てるこの番組を見てるとは昨日だったんですけどああそうだね、うん、あの今日収録ねあれねもう空港からほとんどスタジオに直来ってますけど、えー、としかも東京ゲームショウがあって ああはいはいはいその次はマレージアのイベントでってその話はこの間の番組でねいろんなゲームの話をしてい話したん、ね、だよくその間に番組に出るタイミングでつけたな <laughs> そ,その次の週はインドネシアのゲームイベントそれを来週まとめたいと思ってるんですけど<週>手続きでゲームコマーシンガポールでやるようなの四週間連続でちょっとさ四つのゲームイベント行っててっダニエルその世界一周ゲーム旅行のテーマで喋り過ぎやりたいですねああぜひやりましょう,う、ね、今度はクラブさんほら海外のイベントで,ねあそうですねっていう手もあるし。うん ま、うん、まだまだあなのでもう声がほとんど多分出ないぐらいあのところになってるんですけど自分のベッドを楽しみにしてるんですよ今日は寝るに,には。なんですけどでもゲームズ・コマージャーですね去年あの私たちあの会場からの配信をやってたんですけどしし、ねうん、今回は、えー、とそれはしてないんですけど、えーまあ、参加させていただいて、うんまあ、いろんなゲームをプレイしたり。 あのパネルセッションとか見たりインタビューとかしたりして、それでショーン・レイデンさんですねあの、元プレイステーションの社長の方のインタビューを記事をあのサイトに載せているし、うん、あのいろいろなコンテンツを出すと思うんですけど、えー、とでゲームスコムアジアは、まあ、ゲームスコムがドイツの、ね、すごく大きな有名なゲームイベントでありまして、まあ、昔 E3 があったんですけど、その次ぐらいの,、うん、あのでかいイベントで,で。今は過言ではないかなと思うんですけど。 でゲームスコアアジアはシンガポールゲームスコアラテンはブラジルでやってるのでなんかいつからやったんだっけあのラテンは今年,めて今年初めてだよね、うん、そうですそうですゲームスコアアジアは一応2020年ローンチする予定だったのが、まあ、パンデミックになって、あのー、しばらくできなかったんですけど今回一応まあ3回目私はいあの現地まで行って参加してるんですけど<笑><笑>まあ 1>, 1回目は完全 B2B のみのイベントで小さなイベントだったのが去年初めて B2C 一般ユーザーが行けるような形にして結構そこから大きくなってたけどじゃあ今年もさらに大きくなるかなと思ったらそうでもなく去年と同じようなスケールになってたんですけどその中でえとまずカプコンのブース去年と同じようにガーンでかくて超でかくて。 モンスターハンターワイルドのシューの整理金が一気にこうなくなったりして、すごくねあのまあ力があるなっていうところもあったあとストリートファイターのえー大会ずっとやってたんですよ。なのでこう一般のユーザーもみんなこう自分のマイファイトスティック持ってきて、こうみん婚したりして、その辺、すごく盛り上がってたんですけど、去年、小さなプレイステーションブースがあったのが、今回結構大きくなって、超でかいアストロのアストロがあるし。 TGS にもあった UFO キャッチャーもあって今回私あのアストロのぬいぐるみもゲットできたんですけどまあそのような空間の中ででも一番やっぱ盛り上がってるエリアはインディーゲームエリアであのインディーウェイブメーカーズという,えとなんていうグループがえー何,何,何十本か分からないんですけどたくさんのインディーゲームをあの展示してたんでえとその中で私がプレイして すごく良かったもので言うとまず「LoveEternal」というゲームがありまして、うん、これは eSpritGames、うんえっと、さんのシンガポールのパブリッシャーがパブリッシュしてて開発者 BRLKA というところなんですけどこれどこの会社なのかちょっと分からないんですけどあのこのゲームは 2D パズルプラットフォームアクションゲームみたいなもので、うん、あの b r がすごくねこう あのいわゆるドット絵になっててすごくわかりやすいんですけど、はいはい、かわいちょっと可愛らしいあのビジュアルがありながらホラーのテイストが強いっていうのはちょっとこう <laughs> 雰囲気がすごく良くてしかもほとんどモノクロなんですよねあのこういわゆるカットシーンはフルカラーでプレイしてる時は基本モノクロで <laughs> <laughs> あのモノクロ言い過ぎるけどすごくダークな感じなんですけどでこのゲームのえっとギミックはまあいろんなそう 各こう画面に1つ部屋があってあの出口までにあのあの歩くけど <laughs> 特徴としては、えー、と重力をスイッチすることができますので、えー、と画面の下に歩いてるとか上に歩いてるとかあるんですね。で、えー、とただしそんな自由にあの変更することができなく1回ジャンプしてあのいわゆる一回あの 重力を変更した時にちゃんと,をえっと足がえっと地面にタッチしないともう一回できないんですよね。なのでえっと場合によってはこうスパイクいっぱいある中でこうジャンプして細かいジャンプして逆にしてランディングしてまたじゃ次どうするのかっていうあの考えないといけないちょっと難しいパズルゲームだってうん、うん、場合によってはえっと空中でこうアイテムがこう赤いこうあのクリスタルみたいなものなんですけどそれを取ると もう1回重力の操作はできるようになるのですごくこうかなり複雑な,、えー、となんていうスキルを求めるような <laughs> プラットフォームアクションがたっぷり豊富にあるような感じのゲームですごく好きだったんですよ、めちゃくちゃ面白くてこれは、えー、と来年、えー、Steam、Switch、PS4 と Xbox。 発売されるので、もうみんなどこでも誰でもプレイできるようになると思うので、うんうん、チェックしてほしいなと思いますね。LoveEternal と、l i g h t o d y s <laughs> s e y と,というゲームですね、これ s Games、S3Games、韓国の開発者なんですけど、はいまあ、上田さんのゲームが好きだったら、これは好きと思います。<laughs> <ー> <laughs> あのこちらこそ、すごいライト、Light&Dark の,あの使い方、すごい暗い世界の中で、あっちこっち、こう、 光が出てたりしてすごいインパクトになるような PCR、うん、かつプレイヤーキャラクターがすんごい小さくてカ、まあ、メラがあのクローズアップあのワイドアウトするんですけど基本的に小さくて敵あのボスキャラが超でかくて<ー>、まあ、いわゆるワンダーと巨像ほどそのいわゆる,登ることはしないんですけどそのような雰囲気はかなりしてこちらは、えーとまあ、単に面白いあいバトルアクションゲーム。 あとはですね、えー、と今回こうあの発表されたばっかりの作品なんですけど「コ,ムコモンウェルス」っていう、えー、とこちらもシンガポールの開発者、うん、ラ,ンブランプダムゲームズさんが作っているちょっとこう「ペーパーズプリーズ」の味の入った、うん、いわゆるこう、えー、と皆さんの,その書類を,書類をあのチェックしないといけないゲームなんですけど。 えとまあ、かなり筋肉的な設定となってまして、まあ、プロパガンダどうのこうのとか、あのシンガポールって昔、イギリスが、えー、と一応、もするとコントロールしてて。イギリス領だった、ね。そうで、返した時にあに、すごくこう、じゃあ新しい国を作るから。 皆さんの協力が必要だなっていうこともあったんですけど、まあ、政府から協力してくださいって言われた時にいわゆるあなたたちの土地を私たちがあの あの管理しますのでっていうことで、うん、あのいわゆる結構ねいろいろあの本当に味方なのかよく分かんない自分の政府がっていう時期があったみたいですけどそれを言及するでもビジュアルはちょっとシュールなこう動物たちの変なクリーチャーたちがあ<ー>あの存在する世界でやるもので,、うんでまあ、とにかく自分が政府のスタッフとして皆さんの土地の権利をもらう <laughs>。 彼らにお金は支払うかどうかの判断する。ちゃんとした書類があればお金もらえるけど、なければもらえない。 一文字だけ間違ってるんだったらどうするのかと判断しないといけないしあの優しくしてあげるとねあの気持ちいいけどもしかしてクビになるかもしれないしクビいわゆるこう今回体験版でそこまではプレイできてないですけどとにかく何かしらの影響があるというふうに言われているのでちょっと悪役っぽいことをしなきゃいけないなで60年代舞台なんですけど体験版は。 だけど十分プレイすると、だいたいこう現代まで。続いていくらしいんで。あんその自分が判断し、自分が決めた判断によって。 街の作りはそいの街自体はシンガポールではないフィクションの街フィクションフィクションそうですその60年代っていうのはどういうそうです一応現実世界と同じような雰囲気の60年代はいそうですそうですはい結構面白かったです面白そうですねそれはちょっとやってみたいはいローカライズはちょっと大変そうなとこなんですけどあとグリファードアカデミーっていうゲームランドシャークゲームズこちらもシンガポールの会社なんですけど社長は確かニュージーランドの方だったんですけど こちらは、えー、とむしろ今のところローカライズするかどうかまだ判断されてないものなんですけどうん、うん、一応、まあ、RPG ゲームなんですけど主人公が10代の女の子たちで、えー、と一応現代の子たちがファンタジーの世界に入るみたいなお話なので彼女たちがいわゆる青春的なあのお話をしながら。 あ,のあとこう多分兄弟かなんかよく分からないですけどそれいわゆるお互いのケアをしながらあの探索するでもあのパーティー中心の RPG ゲームなのであの結構これすごくなんていうかおそらく1十代のプレイヤー向けのゲームであるしはい、はい、な,なのでその UI がすごく分かりやすくシンプルでだけどちゃんとした。 あの深みのある RPG のシステムがあっていわゆるそのキャラクターのレベリングはできるし武器のレベもできるしえかなりしっかりしてましてでも見せ方とかもあの会話が全てこうビジュアルノベルみたいな形でやってるのであの文章がこう画面に出てこれこ会話やってるようなものなので結構すごく魅力的なゲームだったんですよねえ特にこう RPG あんまりやったことない人とか若いプレーヤーとか あ,のあとはまあ結構女性向けの雰囲気もあったんですけど誰でも多分楽しめるような感じだったかなと思うのでこれはちょっとねあのまだまだ来年 <coughs> えっと来年の発売予定だそうですけどえっとまあぜひねこれ日本語でローカライズしてほしいんですけどうん、うん、ぜひ皆さんチェックしてほしい <laughs> グリファーダーアカダミーというあとはえっとそうだ展示されてたのがこの間ビットサミットにもあったと思うんですけどジャパニーズ・ドリフトマスター 少しだけ遊べたんですけどあれでちゃんとしたあのこれ日本舞台のねこうスプリートレースのドリフト系のゲームなんですけどあの会場の中でちゃんとしたこう <laughs> あの車用の椅子と,えっとシフトスティックとかフィールドスティックとかそう反抗あったんですけどそういった形でしかもちょうどえー バーリーとシンガポールに行く間に私は実はあの家族旅行で軽井沢にいたんですけど、はあ、テドライブして今回の舞台はちょっとはっきりされてなくて多分あのね何ていうとこでしたっけハイカマハイレイクハイカマっていうとこなんです ええ、多分ないと思うのでまあかなり見た目が軽井沢とか河口湖っぽい、えー、まあどっちかっていうと河口湖かなっぽ、えー、くてでちょうど私が先週経験したものでだけどあんな速さで当然ねドライブできないので <laughs> あのすごく細かい、えーまあ、川とかあの池があってかなりこうひねるようなこう山の道がいっぱいあって。うん でそのまあ、いわゆる日本の小さな街の,の再現は、まあ、ある程度看板とか詳しく見ると、まあ、ちょっと違うなというのはあるんですけどショップ。 でショップっていう看板もあったりしてあれなんですけどこれは海外で作ってる海外で作ってるゲームなんですけどでもまああのスピードで走ってるとそこまで気にしなくていいし雰囲気が結構合ってますよね雰囲気は感じますよねきっと結構感じますのであれはちょっとああいう街でレースっぽいこの頭文字 D っぽさイニシャル D っぽねだけど結構広くオープンになってます私がプレイしたモードはいわゆる特に何のチャレンジもなく レースでもないし、単にドライブする。ドライブゲーム、一応そういったミッションあるけど、なので、どっちかというと、フォルザ・ホライゾンシリーズみたいに、自由にとりあえず走って、そういうところはすごく気持ちよかったです。と思うと、イニシェル D にもちょっとフォルザっぽいゲームでしたし、確かに。 フォルザ・ホライズンってすごいレベルは相当高いね簡単じゃないですかまあまあそじゃなくてもね今回ビジュアルも結構いいですねフォルザ・ホライズンほどはもしいいかいインディーズがよく頑張ったなっていうところで結構やり勝ちありそうな感じで今回ですねやっぱこうあとそういったイベント TGS から4カ所のイベントに続けて回ったりして結構展示してる方々とかあと 取り扱っているメディアの方々とかあちこちのに出てた人も多かったので<ー>なんかこう最後のこう同窓会みた,そうそうみたいな感じだったのですごくその辺は楽しかったな <laughs> というところです。はい、まあ、ゲームスコマージアね、まだまだまだあのゲームスコムに比べると小さなイベントでもあるんですけど来年の進化とかねあの応援したいなと思っています。 最後にこれはゲームコマーチは関係ないんですけどインフィニティ日記のベータあのクローズベーズベタオープンベータクローズベータ今やってるんですけど、あのーね、あの皆さんが見ているこの番組の昨日までやってたんですけどちょこっとだけ言いますとあのこれまでにこう PC 版で、ね、私も比べも <laughs> たくさん <laughs> やらせていただいてるんですけど今回は、えっと、今回のベータで初めてモバイル版を座ることもあったんですよね。はいはい なので、えー、iOS で、えー、とプレイしてたんですよ。うん、残念ながらこう出張であまりこうプレイする時間、そこまでたくさんなくて、どっちかというとこう、PC 版で遊んでるとこまではたどり着かなかったけどあの、まあ、2、3時間ぐらいやって、でまあ、すごく簡単に言いますと、まず操作はやりやすい。 これあのコントローラーは今の段階でサポートしないんですけどタッチの操作で十分、えーまあ、プラットフォームアクションじゃないですかあるんじゃないですかだけど、まあ、十分あのそれはできたなっていうところとビジュアルがこんだけ綺麗だなっていうのも PC 版ってすごい綺麗じゃないですかアニメーションもすごくこう細かいんですしオープンワールドなんで遠くまでは見えるんですけど。うんうんうん iOS 版だと、まあ、確かにこう、えー、なんだその海賊度が少し減っているのは間違いないけどはい、はい、そこまでのリッチじゃないんですけどでも十分だなっていう感じでこれモバイルでやってると全然十分満足できるかなって思あったので結構やっぱあの。 また改めてこの作品のクオリティについて違う形から違う切り口から確認できたなっていうところなのでますます発売楽しみになりました、はいはい、以上ですということで今週の「今週遊んだゲーム」ここまでにしたいと思います皆さん今週どんなゲーム遊んでますかどんな世界のイベントどんな国のイベント行ってますかぜひぜひコメント一覧で教えてくださいということでまた来週までにお待ちしております はい。